ニュルンベルク・シュバンドルフ線は、ニュルンベルク・アムベルク及び、シュバンドルフを結ぶ、長さ 93.7km の、幹線鉄道である。その中ニュルンベルク・ポンメルスブルン間は、ニュルンベルク・ヘップ線に対してペグニッツ、川下岸線あるいは、建設会社の中から由来する、東部線と呼ばれる。ニュルンベルク・シュバンドルフ線は、ニュルンベルク中央駅から、東の方に向かい、 ポンメルスブルン駅に至る。この路線は、エスバーン終着駅のハルトマンスホーフ駅まで、電化されている。ポンメルスブルン分岐点には、ペグニッツー線からの連結線が合流する。列車は、ハルトマンスホーフエッツェルバング間の車面を上って、フランキシェアルプを通過する。線路は続いて、ノイキルヒエン駅に至る。ノイキルヒエンバイデン線がそこで分岐する。列車はその後、 ズルツバッハローゼンベルクとかつての製鉄所の隣を経て、アムベルク駅に到着する。アムベルク駅の前には、シュナイテンバッハ方面の貨物専用線が合流する。列車は以後、イレンロエ方面に走り、そこで経路を、レゲンスブルク・オーバー・コッツァウ線に返し、シュバンドルフ駅に至る。アムベルク・イレンロへ間はまだ複線化されていない。ヘアスブルク駅。 ニュルンベルクシュバンドルフ線の建設許可は1856年4月12日バイエルン東部鉄道株式会社に国王マクシミリア2世から与えられた。1859年この路線は2段階で開通された。1876年1月1日からバイエルン東部鉄道が国有化され、同年ニュルンベルクモエゲルドルフ間が複線化された。 1910年から1912年まで、モエゲルドルフ・アムベルク艦の伏線化が完成された。イレンロエヒク・シュバンドルフ艦は1863年10月1日、すでに伏線になった。第二次世界大戦の時、線路の物資不足のため1943年、ニュルンベルク・ラウフ・アムホールズ・ヘルスブルク艦は単線化された。1983年からニュルンベルク・ラウフ艦の S バーンの新設のために、この区間で伏線化及び電化の工事が実施され、1987年9月26日、S1K2 の運営が始まった。その後 S バーンシステムの拡張のために、ラウフ・ハルトマンスー府間は2009年8月1日から、同年9月14日まで封鎖された。翌年ラウフ・ハルトマンスー府間は再び、 複線化され、すべての駅の乗降場は76センチメートルの高さで改築された。それで s 1系通りはハルトマンスホーフまで延長された。ヘアスブルクの急進高扱い所。今は建築事務所。1891年、ニュルンベルクプラハ間の K2 が導入され、1896年、シュトットガルトニュルンベルクプラハ間の急行列車が運行された。 1973年までドイツ国鉄01形状機機関車がこの路線に投入された。2012年12月9日以後遠距離輸送は存在していない。地域輸送の場合以下のような路線がある。ニュルンベルク・アンベルク間は1997年以来ニュルンベルク広域運輸連合の領域に属する。ズルツバッハローゼンベルク・シュバンドルフ間には レーゲンスブルク運輸連合の料金システムが適用される。ドイチェバーン AG アブシュラスデアサマーボータップイムニューロンベルカーニュルンベルク広域運輸連合の快速及び普通列車路線図 VGN の資料レーゲンスブルク運輸連合の区域 RVV の資料ありがとうございます。